こんにちは。 JA グループサポーターの林修です。現在も収束の兆しを見せない新型コロナウイルス、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。外出自粛やイベント中止による外食産業の低迷、そして海外からの入国制限や緊急事態宣言に伴う国内の移動制限による観光産業へのダメージなど、その影響は多岐にわたっています。日本の食を支える農業関係の皆さんにとっても、こうした様々な影響によって本当に大変なご苦労をされていると思います。新型コロナウイルスが猛威を振るう中でも、私たちが毎日を健やかに暮らすことができるのは、皆様のような食の恵みを生み出す方々がいらっしゃるからです。心から感謝申し上げます。人間が生きていく上で欠かすことのできない生命産業に携わる皆様には、ぜひこれからも誇りを持って美味しい農畜産物を作っていただきたいと願っています。日本の野菜、果物、お肉といった農畜産物のレベルは世界でもずば抜けてトップではないかと個人的には考えています。僕の5歳の子供も皆さんの作られたものを美味しい美味しいと本当に笑顔いっぱいで食べています。あの笑顔のためにも、ここが苦しい状況であるのは分かってはいますが、ぜひ皆さんにもう少し頑張っていただきたい、頑張り続けていただきたいと願うのは、私の勝手な願いに過ぎないのでしょうか。まあ、そんな私の思いはさておき、マイナス面ばかりが目立つコロナ禍ですが、 JA グループでは前向きな視点に立って新しい農業の在り方や価値を生み出すきっかけにしたいと考えています。一つはコロナ禍をきっかけに国産農畜産物の価値をますます高めていくということです。世界中で新型コロナウイルスの対策が取られる中で、約20カ国が食料の輸出規制に踏み切りました。一時マスク不足が大きな問題となりましたが、これがもし食料であったら、社会の混乱はもっと大きかったでしょう。日本の食料自給率はカロリーベースでわずか 38%、約6割を輸入に頼っています。このまま海外からの輸入に頼っていては、いざという時国民に十分な食べ物が行き渡らないということが起きてしまうかもしれません。そこで今、国民が必要とし消費する食料はできるだけその国で生産する、国消国産という考え方を JA グループでは提起しています。もう一つが、営業制限や自粛を余儀なくされた外食産業がテイクアウトに目を向けたように、コロナ禍を前向きに捉え新たな需要を生み出しているということです。例えば外食産業や学校給食向けに農畜産物を卸していた生産者の皆さんは、直売所への出荷やインターネット通販などに新たな販路を見出しました。巣ごもり需要が増えたことで、外食から弁当や惣菜などを購入する中食や自宅で調理する機会が増えるなど、我々は新しい生活様式に変化しています。逆風が吹いた時、愚者は風よけを作るが、賢者は風車を作ると言います。インバウンド向けの観光業界も VR などを活用したサービスを生み出しました。ピンチをチャンスにの精神で、アフターコロナ時代に求められる新しい農業の形をぜひ模索していただきたいと思います。コロナ禍にあっても、いつ全国どこへ行っても絶えることなく日本の食を支えてくださっている農業従事者の皆さんを、私林修はこれからも全力で応援していきます。